泉谷久馬は、日本の起業家、政治家、秋田県由利本荘市議会議員、会社役員、青森県弘前市生まれ、弘前大学教育学部附属小学校、弘前大学教育学部附属中学校、青森県立弘前南高等学校卒業。2008年4月、秋田県立大学システム科学技術学部に入学。2012年3月、秋田県立大学システム科学技術学部を卒業。同年4月、秋田県立大学大学院システム科学技術学部研究科に入学。同時に、由利本荘市へ移住。2013年2月、由利本荘市で IT デザイン会社を創業。2014年3月、秋田県立大学大学院システム科学技術学部研究科修士課程を修了。2021年4月4日に行われた、由利本荘市議会議員補欠選挙に立候補。新人4名の選挙戦を制し、初当選。4月5日、由利本荘市議会議員就任。2021年10月17日に行われた、由利本荘市議会議員一般選挙に立候補。2期目の当選を果たした。泉谷久馬プロフィール、公式、泉谷久馬、由利本荘市議会議員。公式、泉谷久馬、由利本荘市議会議員。2021年7月6日閲覧。秋田市など5市議補選に14人が届け出、秋田功新報電子版。秋田功新報電子版。2021年7月6日閲覧。由利本荘市議補選、泉谷市と小川市当選。秋田功新報電子版。秋田功新報電子版。2021年7月6日閲覧。由利本荘市議選、22人の顔ぶれ決まる。秋田功新報電子版。秋田功新報電子版。2021年10月17日閲覧。ありがとうございます。